どうも、枝豆です。今回はフラワーベースの構造をやっていこうと思います。最近の動画でね、ちょろっと構造はしたんですけども、まあ、今回はそれよりさらに細かく詳しく皆様ができるような構造を作っていこうと思うので、ぜひ、この動画が良かったら高評価、悪かったら低評価をして帰っていってください。ということで早速参ります。レッツロー。で、この技はですね、引き声が軸の技になっております。まあ、なのでね、引き声はできるようにしていただければなと思います。ということでステップ1、裏声の引き声と地声の引き声をできるようにしよう。これはもうめちゃめちゃシンプルです。どちらもできれば OK です。で、俺の場合はうーんが地声の引き声で、裏声の引き声はうーんこれです。ステップ2、裏声の引き声と地声の引き声を同時に鳴らす。完成。フラワーベースこれで完成なんですけども、まあまあまあそうはうまくいかないよねっていうことで、まあ、今回はね、この技をできるようにするためのおすすめのアプローチ方法というのを教えしていこうと思います。で、この技をやる上で大事なのって、裏声の引き声で響かせてる場所、地声の引き声で響かせてる場所、どちらも響かせた状態っていうのを意識する必要があるんですね。まあそんなこと言われてもわかんねえよっていう方のために、もう俺がもう響かせる場所っていうのを指定しちゃいます。まあ、地声の引き声に関しては特に意識することないと思うんですけど、裏声の引き声は鼻で響かせてください。鼻で響いてるかどうかはリミックスみたいに鼻連打してみるとわかります。それで音が変化してれば鼻で響いてます。で、これができたらまずは裏声の引き声を鳴らします。で、今度はこれをだんだんと地声の引き声に近づけていきます。この時にね、さっきも言ったように裏声の引き声で響かせている場所っていうのを最後まで響かせ続ける必要があるので、ここで意識してほしいことっていうのが、裏声の引き声を徐々に薄めていくっていう意識を持っててほしいんです。薄めた分だけ地声の引き声の成分を足していくっていうイメージです。これでうまくバランスが取れるとフラワーベースがなります。頑張ってみてください。パシュレーザー解説していくんですけども、一つだけ謝っておくことがあります。多分皆さんは混乱する。先に言っとくね。ステップ1、オープンハイハット。そしてステップ2、下顎を前に出します。で、この時にオープンハイハットを伸ばしながら、徐々に下顎をずらしていって、最終的にこんな感じのね、顎のポジションになるようにしていきましょう。そうなんですよ。これで完成なんですけど、大事になってくるのが息を飛ばす方向ですよね。で、ここで枝豆ポイントが入ります。混乱ポイント、ここです。ここは息をまっすぐ飛ばしてください。この技をね、解説してくれてる方めちゃめちゃいるんですけども、その人たちとちょっとだけ、まあ、違う解説になるんですけど、ここはまっすぐ息を飛ばしてください。これはね、他の解説者さんが間違った解説をしてるっていうわけじゃないんです。どっちも合ってます。ただ枝豆はこっちの方がやりやすいと思います。で、空気を下側に飛ばす意識をするとどうなるのかっていうと、こういう音が鳴るんですよ。かなりタイトなパッシュレーザーが出来上がります。まあ、なぜこうなるのかっていうのは、それはね、水面に息を吹きかけた時のことをね、考えてみてほしいんですけど、水面に対して横から息を吹きかけると、波がこうじんわり横に広がっていくでしょ。それに対して真上から息を吹きかけた時って、まあ、確かに波も立つと思うんですけど、力が一番かかってるのって水面下に対してじゃないですか。まあ、そんな感じで斜め上から斜め下まで空気が流れるのがパッシュレーザーで、主に下に空気が流れるとタイトなパッシュレーザーになるっていう感じなんですよね。で、この感覚を持って練習してもらうとかなり覚えやすいと思います。頑張ってみてください。次、スマイルベースですね。まあ、最近はね、標準装備みたいになってきてますね、この技。で、この技は基本的に息多めのリップロールっていうのを5
口角横に引っ張ってやればできるようになります。もちろんね、最初からできる技じゃないからね、めっちゃ練習してね。で、この技は唇の硬いところを引き伸ばして空気を通して振動させてるので、この言葉の通りのイメージを持ちながら練習してもらえるとめっちゃ覚えるの早いと思います。あとはなりそうでならんっていうのをひたすらに繰り返す技なので根気です。慣れてきたら唇が振動する部分をより唇の先になるよう意識してもらえるとね、音が硬くなっていくから意識してみてください。そして最後、口でもごもごですね。これね、 BBU でヒスが扱ってから一気に流行った感じはあるよね。で、これはね、あの口の中で TKK するだけです。まあ、この技に関してはほぼコンボみたいな感じで技の組み合わせでできているので、それぞれの技を練習してある程度早く TKK が打ち込めるようになって初めてできるので、まあ、特にコツとかはないですね。口閉じて TKK やってください。この技をやるにあたってですね、チェストベースは絶対に覚えておいてください。この技をやるにあたって必須のスキルなので、チェストベースは覚えてからこの動画を見るようにしてください。チェストベースの講座はコメント欄に貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ステップ1はチェストベースをやりましょう。ここではチェストベースができれば OK です。そして、ステップ2、喉を締め付けながらチェストベースをします。で、この時のポイントなんですけども、締め付ける力っていうのをどんどん強くしていきます。完成。まあ、こんな感じでステップ2でやってる喉の締め付けっていうのを強くしていくとイベルベースが勝手にできるようになります。で、この時のポイントなんですけども、あ、これ以上締め付けたらうまくならないなって思った段階でそれ以上力を加えるのをやめて、現時点でうまくならせない段階で練習し続けてください。そこでうまくできるようになったらさらに力を加えて次の段階に行くみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ練習していってください。あの、この技はですね、簡単に喉を壊せます。こんなこと言っても多分やる人はやると思うんですけども、結構慎重に練習していってください。練習してと思ったんですけど、インワードベースとかそのレベルに結構喉壊しやすい技なのかなっていうふうに個人的には思ってるので、本当にね、喉には気を配って練習していただければなと思います。ここからね、ちょっとハードベースの話になるんですけども、チェストベースを完全に締め上げた先にあるのがイビルベースで、そのイビルベースを鳴らしながらもチェストベースの含有量っていうのを増やすことでハードベースになります。まあ、ここはね、俺も練習中なんですけども、一緒に頑張って練習していきましょう。そして次、ポリフォニックボイス。この技を出す時の大事なポイントは、裏声と地声成分を両立させるようバランスをとっていく必要があるということです。まあ、なぜここで地声ではなく地声成分という認識をしておく必要があるのかっていうのは、後ほど適切なタイミングで話していきます。ステップ1、裏声を出す。ここで出す裏声は正直何でもいいです。そしてステップ2、ステップ1に息を足していきます。息を足していって裏声にジリジリとしたエッジボイスのような音が混ざっている音が出るまでいろんな出し方をしてみてください。もうここは根気が全てと言っても過言ではないです。ただ意識するといいかもしれないポイントっていうのをお伝えしておきます。声帯を軽く締めながら練習すると音を得るのが早くなるかもしれません。地声と裏声って一度に出すの不可能なんですよ。まあ、なので裏声ベースの声に地声成分であるエッジボイスを混ぜます。地声成分というイメージを持つ理由はここにあります。あくまでもベースは裏声なので地声に寄りすぎないでほしいんです。さらにもうワンポイント、地声と裏声を混ぜるイメージで、まあ、伝わる方はそれでいいんですけど、混ぜるという表現よりも裏声に地声成分を乗っけるの方が正しい表現だと思うので、自分の持ってるイメージが合ってるかわからないという方は後者のイメージを持ちながら練習してみてください。そしてラスト、インワードベース。この音はですね、喉頭蓋という場所で鳴らしています。まあ、声帯やら仮声帯やらっていうのも少し使っていることはあるとは思うんですけど、大部分は喉頭蓋です。で、喉頭蓋っていうのは唾とか食べ物とかが気管に入らないようにブロックするためのものです。これマジで大事なことなので、これを頭に入れておきながらこれからの解説を聞いていってください。ステップ1、唾を飲み込みます。ここで確認してほしいことがあります。
唾を飲み込んだ直後に喉の奥がギュッて閉まって隙間がなくなる感覚を感じてください。これが喉頭蓋が閉まっているっていう感覚です。そしてこの状態は喉頭蓋に直接息を当てれる状態でもあります。インワードベースを鳴らす準備段階として超大事なステップなので、この感覚をしっかりと覚えておきましょう。そしてステップ2、喉の奥が閉まっている状態を維持しながら思いっきり息を吸います。この時のポイントは一瞬たりとも喉の締まりを緩めないことです。え、この状態じゃ息吸っても通らなくない？と思った方いたと思うんですけど、大丈夫です。当然です。安心してください。この状態は気管に何も通らないように蓋をしている状態なわけですから、その状態を壊せるぐらいの力がかからないと息は通りません。ではどうしたらいいか。喉の下、だいたい声帯があるあたりっていうのも使っていきます。まあ、喉仏を下げる感覚に非常に近いんですけど、この声帯があるあたりを息を吸うと同時に下げます。もちろん喉の奥は閉まったままです。そうすると一瞬でインワードベースの元の音が出せます。俺はもうインワードベースの元の音は鳴らせません。まあ、なので見本はお見せできないんですけど、正解の音が出た時ってめちゃくちゃに喉が痛くなります。まあ、とんでもなくデリケートな部分を振動させてるわけですから、輸送はついてたと思うんですけど、めちゃ痛いです。今の解説で分からなかった、できなかったという方は過去に挙げた解説動画を見てもらうことを強くお勧めします。自称日本一分かりやすいので見てみてください。コメント欄に貼っておきます。ステップ1、ハイハットをできるようにする。まあ、これはね、みんなできちゃうだろうから細かい解説は省きます。ステップ2、ハイハットを伸ばしながらツリツリいって音を区切ります。ただ注意してほしいのが、普通にツリツリ発音するとツリ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 っていう風になってしまうので、リを発音するときに舌の奥の方を使って発音してください。リを発音するときに使っているポジションはアウトワード系で使っているポジションに近いです。ツリ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 、これだけで一応技は完成です。ここからがこの技の面白いところなんですけど、発音を変えると音が面白いぐらい変わります。例えば月月で発音すると月月月月こうなりますし、テキテキで発音するとテキテ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 、こういう風になります。あとはフットボックス G がよくやってるテキテテテキテテテキテ、この音が出せるようになります。この技はポリセンスっていう音とスライサーハイハットの組み合わせ技です。めっちゃかっこいいでしょ。どうも、枝豆です。今回はゼッカクリックロールベースのチュートリアル動画でございます。この動画がもしいいなっていう風に少しでも思ってもらえたら、高評価を押して帰っていってください。ということで早速参ります。レッツラゴー。ステップ1、ケースネアをできるようにする。これただ単純にケースネアができれば OK です。なので細かい説明は飛ばします。ステップ2、ケースネアを力強くこすって伸ばす。聞いてもらった通りね、もうほぼ鳴っております。今の説明だとね、鳴らない方がほとんどだと思うので少し補足させていただきますと、ケースネアは歯茎で鳴らしてると思うんですけども、そこにさらに舌でプレッシャーをかけます。そしてイメージとしてはノーワード化していくイメージなんですよ。ノーワード系をさらに力強くやって伸ばしてあげるとクリックロールの音が鳴ると思います。もちろん今言ったことを意識したからといって簡単になるようになるわけではないんですけれども、
下の筋肉がついてくるとうまく鳴らせるようになります。そしてステップ3、できた音をなるべく長く伸ばす。完成で、ここからなんですけども、この技はですね、口の形を変えることで音の色を変えることができます。まあ、これはね、舌下の口の形をそのまま真似してもらえればね、いろんな音出せるようになると思います。扱うのにはそんなに時間がかからない技だと思うので、ぜひ使い込んでこの神サウンドゲットしてみてください。ということで、じゃあね。